皆様こんにちは。本日はですね、また前回に引き続きちょっとリモコンのですね分解をやってみたいと思うんですが、このね分解しにくいリモコンも中にはありますので、ちょっとそのご紹介をしたいと思います。でこれはですね、シャープのアクオスのリモコンですけども、非常にですね作りがまあ硬いんですね。でドライバーとかでねこじってもなかなか開きませんので、でリモコンの方がね傷ついちゃうんで、一回ちょっとこちらを簡単に開けてみたいと思います。でアクオスの場合はですね、ここに特徴的なねビデオのコントローラーついてますので、ここの蓋があるんで、これちょっと作業中に邪魔になるので外したいと思います。で外し方はですね、これね簡単なんですよ。握ってね、グッと握ってグッと、わかりますかね、こんな感じでちょっと力入れると取れちゃうんですね。でここがですね、逆にはめるときはこうやって元の位置に戻しておいて、ここここをねこのように押すだけでこうパッとはまるんですね。でもう一回やってみましょうか。でここがですねちょっと硬い場合は、このご紹介しているシリコーンスプレーですね、これ無溶剤ですのでプラスチック溶けませんの でここら辺にですね、このようにシュッシュッと刺していただいて、でちょっとなじませていただいて、で握ってクイッとこれで取れます。なので一回解体するときはですね外しておいた方が安全なので。であとは電池室のところにネジがございますので、1本これをこのように外していただいて、でこれで基本的にはですね外れる準備が整っております。はい、それではやってみましょうか。でアクオスの場合はこう非常にですね入る箇所が限られているので、この位置ですね、この位置、この位置にこの先がですね、このようにこんな感じですねぐらいの厚みのスクレーパーをここら辺にですね、このように入れていただくとズボッと入ります。でこんな感じになりますね。 でちょっと起こすとここら辺がこう開いてまいりますので、まあこんな感じでまずは第1弾ここ浮きますね。でこの浮いたらですね、非常に作りが硬いので、ちょっとなんて言いましょうか、摩擦をですね軽減してあげるために、このまたシリコンスプレーをですねここら辺にこのようにビューッと刺してあげてください。これ溶けませんからね、全然大丈夫ですから、あのこのままこのような感じでね刺していただいて、でこの状態までいくと、もうここら辺までも上がってるので、基本的にはもうすぐパカッと取れるんですが、いつものようにこのカード、いらなくなったですねポイントカードなどを利用してですね、ここに刺していただいて、でこのままギッとやるとですね、もうすでにこのように開いてしまいます。でもうここまで来るとですね結構楽なんですよ。こんな感じで、ね、もうこっち側もこんな感じで取れてくれるんで、じゃあ左をやってから右をですねやってみましょう。はい、このままでよっよっよっと、こんな感じでございますね。はい、ということでアクオスのアプローチする位置がですね、通常のこんなあたりとかねとはちょっと違ってて、ここら辺がこのあたりが肝ですよというご紹介でございます。はい、でこのリモコンはもう本当にですね、いつものこのシートが1枚でできておりますね。でよいしょと、でこれがケース、いつもと同じような形しております。はい、でこれもですねやっぱりちょっとね、これ白濁してるのが分かりますかね。はい、でではですね、まずは最初にいつものように激泡クリーナー、激泡ガラスクリーナーを使ってですね、まずこの酸化膜をですね取ってしまいましょう。このね長い間ねお使いですとね、お部屋の湿気とか吸ってね、あのこの表面がですね酸化物で覆われてしまうんですね。ということで非常にチャンネルが
変わりにくくなります。でね、この酸化膜はねなかなか取れないので、でここ削っちゃうとねダメですよ。削っちゃうとねダメなので、もう薬品できれいに溶かしてしまいましょうと。でこの激泡ガラスクリーナーでですね、このようにビューッとかけていただきます。でこれはですね水分系の材質本当入ってませんので、このままですね錆びていくとかそういうことはございませんので、でこのまま軽く軽くですね、いつものようにこうやって撫でるようにですね取っていただくと、そうすると少しですね黒っぽいですね酸化物みたいなのがねすり減ったものでしょうか、取れてまいりますので、でもうこれでですねもうほぼ綺麗になったと思います。でちょっとね変わりにくい箇所があったところね、こうじっくりね、例えば電源ボタンとかですね、こういうところはしょっちゅう押しますので、この辺りですかね、こう異常がないかしっかり確認してくださいね。このリモコンの場合は異常なくパターンは綺麗なので、この処置で復活するはずです。あんまりにもね擦れてるものはちょっとね治りにくいかもしれませんが、このように普通の形が残ってるものは大抵の場合戻りますので大丈夫です。はい、でこのようにねちょっと変わりにくかったところはですね、念入りに私の場合この辺がねちょっと変わりにくかったんで、こんな感じでしょうか。はい、でもこれで基板のお掃除完了でございます。で裏面に行っていただいて、この電池ですね、電池の端子もですね腐食してまいりますと、くるくる回さないとね電池を復活してくれないですね。でくるくる回すことによってですね何が変わるかというと、ここ電池室こうくるくる回そうってね、これグッドアイデアなんですけどね、本当にその通りで、ここが錆びてくるんですよ、ここがね。で電池くるくる回すとこう引っかかって錆が取れるんですね。でこれ本当のことでございますので、で実際はですねちょっとその錆が出にくくするということで、このまたシリコンをですねここにこんな感じでビューッとかけておいてください。そうするとね長持ちします、錆びてこなくてね、腐食にしませんし、から電池の液が漏れた時でもね助かる場合がありますので、この処置は非常に効果的です。はい、でこれで基板は終了しました。はい、でその次にこちらですね、これもね非常に汚れております、お菓子ほこり毛ですね。でこれもですねこのようにビヨーンってこの激泡クリーンガラスクリーナーですね、これガラスクリーナーですからね、同じですからね、窓にかけるものと。でこれもね非常に綺麗にできます、このようにもう溶かしてくれるんですね。溶かすというのはですね汚れを溶かすって意味ですよ。でねもう汚いんでね、でこいつはですねすごく優秀で、チャンネルの文字とかね全く消えたりなんかしませんので、こういうところもね綺麗に本当に清潔にですね除菌までしてくれるのでありがたいですね。このリモコンのボタンはまあとにかく汚いんで、まあ皆さんねこういろいろとまあ使う回数がね明らかにね日常生活の中でねこのテレビのリモコンって多いんで仕方ないんですけどね、簡単にねお掃除できたらね清潔に使って、お子さんとかねいるご家庭でもまあここからね菌が移っちゃったりとかねするといけないので、本当にこうやってね分解してきれいにできるんだったらねやりたいものの一つでございますの で、 でこんな感じでですねもうきれいになるんですね。でまあよくですねこのように激泡でですね拭いていただいて、でよくこのように拭き取っていただければもう それで OK でございます。はい、で今度はですね問題はですね裏側です。この裏側ね、
ここもね酸化してくるんですよ。でこれも激ヤバクリーナーをビューとですねこのようにかけてですね、はい、でここのねこのチャンネルのこの黒いぼっちですね、ここがこの基板の方にですね接触することによってチャンネルが押されたよっていうのを教えてくれるわけなんですが、ここがねここもね酸化してくるんですよ。でこのように激泡クリーナーをですね塗って、でちょっとね指の先でこうクニュ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 ってこうやってやってあげれば、あのしつこくですねこすらなくてもこの激泡クリーナーがあの落としてくれるんで、もう目に見えない酸化物なんか全部取ってくれます。ですごくね安全に作業できるんで楽にねそれも効果的に汚れを落としてくれます。はい、でまあこんな感じでね、まああのちょっと時間の関係でもうちょっとね綺麗に拭いていただくとよりいいと思います。でまあこう薬品がね全部取れるような感じで拭いてください。はい、その次にここまでできたらですね今度はこれケースの方もねこの激泡クリーナーでね激泡ガラスクリーナーもうめちゃくちゃ効果的です。このようにですねブワーッとかけてください。でそうするとですねもう手の赤だとか油分も全部きれいに取れます。で文字もねちゃんときれいに残ったまんまになりますからね、あの文字が消えちゃったりしませんから心配しないでくださいね。このようにこんな感じでねこういう穴とかねこだわって綿棒とかでね拭いていただくともっとねあの綺麗になりますから、私今ちょっと時間の関係でこのままザーッと拭きますが、こういうとこねもうこういうとこねもういっぱいね赤溜まってますからね。でこのようにもう拭いていただくと本当に新品のように使えます。で下側でこちら側もね同じようにまあこうやってビヤーンってかけていただいて激泡クリーナーかけていただいて、はい、でこんな感じでザーッと拭いていただければ、で水分系の薬剤は入ってませんのであの錆びちゃったりだとかあの そういう不具合起こりませんから大丈夫です。でよくとにかく拭いていただくってことですね。でこちら側のケースの方にもですねこんな感じでこれ電池のね端子がついてるんですが、これね外そうと思えば簡単にねこういうドライバーの先とかでこうやってこじっていただくとこうやってすぐに外すことができるんですが、でこれも同じようにですねシリコンをですねこれこのようにビューってかけておくとあの電池がですね長い間あの接触不良にならずにあの使えますのでこうかけておくといいです。はい、でもうこれでですねもうお掃除終わりです。はい、では組み付けの方に行きたいんですが、でアクオスはですねちょっとだけね気をつけなきゃいけないのがこの受光部のところはこんな感じにむき出しになってるんで、このケースの方のここにですね合わせて入れてあげなきゃいけないんですよ。で最初にこんな感じで見えますかね、これここをですねこういう風にフッと入れてあげて、でこのまま落とすだけでもうこのままケースに入ります。はい、で次にですねこのシリコンをですね基板の上にこのようにビューッとかけていただいて、でこれ何のためにやるかというと今後こういうことを起きにくくするために表面を保護するためにですね塗っておくと非常にですねリモコンが長持ちしますので、で塗ったらですね軽くこのようにこすって伸ばしていただくだけです。ちょっとドロッとしたねあの油なんでこういうあのものでティッシュでもいいんですが、ティッシュだとねあの毛羽立つんですよ。でちょっと残っちゃったりするといけないので、あのこの手のですねいつもご紹介しているショップタオル使うと非常に簡単にですね安全にできます。はい、はい、で次にこちらのですねチャンネルのラバーシートの方ですね、こちらもですねこの辺りがですねこういう風に
構造的にはこんな風になってるんですが、ここに酸化物がついてくるとチャンネルが切り替わりにくくなるんですね。先ほどちょっと激ヤバクリーナーで拭いた跡が残っておりますが、これねちょっと切手に落としてくださいね、なるべくね。これちょっと時間の関係で慌ててやりますが、はい。でこのようにまあ落ちたと、綺麗に落ちたとして、こちら側にもですねこのようにシリコンですね、このようにかけてあげてください。とこちら側もですね酸化物がつくと非常にチャンネルが変わりにくくなりますので、でこれはこのようにこんな感じでですね、こちらもこうやって伸ばしていただいて表面を保護していただくという感じになります。でティッシュでねやるとねちょっと毛羽立っちゃうんで、なるべく毛羽立たない、キッチンペーパーだとちょっと硬いかもしれないんで、この一番頃合いのいいのがこのスコットのショップタオルでございます。あんまり無理してね力入れなくていいですからね、これ切れちゃうといけないので、まあ所詮はこのゴムのベースですので、こういうしっかり拭けてるかどうか一個ずつ確認していただいて、このようにオイルをですね伸ばして綺麗に薄く表面にのせてあげるっていう感じでくっつけていただくといいと思います。はい、それではですね組み付けをしたいと思いますが、このシートをですねもうあとはこのようにのせていただくだけです。はい、でこう自動的に元の位置に収まりますので、でアクオスの場合はですね上蓋のここにこんなスリーブがあったりするんで、これ分かりますかね、ここでこいつがですねうまく入ってないとうまく蓋が閉まらないという仕組みになってるんで、ここの穴にですね最初にこう入れていただくんですね。であとはもう押さえ込んでいくだけでですねいいんでございます。このここに入っていないとちょっと後から浮いてまいりますもんね。でこのようにもう押すだけでカチッって言います。はいはいはい、ということでこれでアクオスの分解は完了でございます。はい、でここまで来たらですね絶対忘れないくださいね、ここネジ外してますんでね、この一箇所にネジがあるだけなので、このネジを取らずに分解しちゃうパターンがね分かんなくてあるんですけども、こういうね外さないとケース割れますからね、このネジさえ外せば簡単に入ります。でこれであとはですねこの最後蓋、元の位置にこのように上で固定してもらって、あとはここ、このシャープの位置をですねグッと押すだけです。これでもう簡単に新品のフィーリングで使えるリモコンになります。かなりね綺麗になりますんでね、であとはちょっとねお掃除、こうシリコンとか使うとねちょっとだけこのベタベタしちゃったりするんで、こう拭いていただくとピカピカのリモコンになりますので、ぜひお試しください。